皆さんこんにちは、マーティーです。7月23日のお昼です。いよいよ今日で札幌滞在最終日になりました。昨日からはね、ひたすら残りの動画編集をやってて、今日も、朝方までね動画やって公開して、午前中もね動画編集やってました。で、午後はちょっと荷物をね、大きい荷物を送ったりするので、最後のコインランドリー通いとなります。この1ヶ月ね、冷蔵庫と洗濯機と電子レンジがない生活をね送ってまして、まあ、週に2回ぐらいコインランドリー行ってたんですけど、まあ、結構ねそのコインランドリーの回してる時間も有効にこうね活用して、まあ、パソコン持ってって動画編集したり、近くのカフェに行ったり、まあ、なかなか洗濯機がない生活もまあいいなという感じで、はい、過ごした1ヶ月でした。ちょっとコインランドリーに洗濯物入れてお散歩に今日は行こうと思います。レッツゴー。ガラス作家の青池さんにご紹介いただいて、丸山公園近くのサビタというギャラリーに来てみました。あと向かい側のマシューさんというカフェが窓からの景色が綺麗ということで、ちょっと寄って行ってみようと思います。ギャラリー素敵でした。陶芸家の飯星由美子さんの器や、あとは、ちょっと去年気になってたセルっていう、まあ、ランドセルブランドがあるんですけど、まあ、それのカタログも置いてありました。まあ、なんかシンプルで素敵な商品のたくさんあるお店でした。ギャラリーの向かい側のマシューさん、ちょっと寄って行ってみようと思います。オーガニック系の食材にこだわったすごい素敵なカフェでした。隣が丸山公園なので、まあ借景というか、その庭がもともとの森みたいな、まあ、環境が残ってて、その隣に奥の方には公園の緑がね続いてるっていう感じで、表側からは全然想像できない感じで、お店に入ると突然森の中にいるみたいな、すごい素敵なカフェでした。はい、ということで次は、まあ、北海道神宮にね最初来た時に挨拶に行ったので、今回もね北海道神宮に寄って帰ろうと思います。はい、北海道神宮に参拝をしまして、まあ紹介いただいたねカフェも寄ることができたので、一応これで札幌でのお出かけというかお散歩はねこれで最後になります。寄りたいところはね結構コーヒー屋さんとかねカフェとかいろいろ行って、札幌生活結構満喫できました。まあ、あとはね今日の夜に今野さんと白目さんと、ライブ配信をね最後に3人でしようという話になっているので、まあそれのねライブ配信を最後楽しんで
札幌生活最終日終わりにしたいと思います。では帰ります。ちなみに札幌神宮の中に頭上カラス注意っていう看板がありましたね。まあ、何回か今回の動画でも札幌のカラスはね気性が荒いっていう話したんですけど、はい、看板がありました。まあそれだけです。はい、おはようございます。7月24日月曜日、いよいよ出発の日の朝になりました。札幌ありがとうございました。もう昨日ね大型の荷物は先に送ったので、まあこのね寝泊まりしてた部屋はもう何もありません。そして、今日はねプラゴミの日なので最後にプラゴミを出して帰ります。コーヒーをね毎朝入れたキッチンお世話になりました。あとは、いろいろね、まあ、皆さん来て制作をしたこのアトリエともお別れです。ありがとうございました。だるまちゃんもありがとうございました。高崎に帰ります。帰りはね、この撮影機材一式、これを背負ってね帰ります。ではではアトリエを出ようと思います。チェリーン、おはようございます。おはようございます。せっかくだから帰りも撮ってます。よっしゃなんか寂しいな。うん、そうですね、なんかね寂しいですね。はい、ちょっとですね、あ、このまま小樽まで行っちゃうか。ああ、行っちゃいますか。よいしょ、お願いします。行きましょう。よいしょ、寝れましたか。いやもうバッチリです。寝れました。はい、どんな感じですか、はい、今日は。今日ですか。はい、今日はどんな感じですかね。まあ飛行機ちょっとね、乗り物好きなんで。あ、そっか。空港が楽しみっていうのはちょっとありますね。はい、新千歳は2回目だっけ。そうですね、前回は旭川に来て函館から帰ったんで。あ、そっかそっか。そうそうそう、だから今回来た時が新千歳初だったんですよ。おお、はい。てか、エビそば一元に行かなかったね。うん、ああ、エビラーメンね、行かなかったですね。一応、空港で食べれるけど。はい。まあ、近いですね。無理ですね。そうか。結構、今日は1時間前ぐらいに空港着予定なので。うん、そっかそっか。はい。ギリだね。ギリですね。帰ってまた、仕事ですか。うん、そうですね。今日でも帰って何時ぐらいになるんだこれ。多分ね4時か5時ぐらいだと思います。ああ。一応空港からは電車で今回帰る予定なんで。はい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 、はい、ちょっと頑張れば仕事できるけど。まあね、一応でもノートパソコンがね一応今回は持ってきてるんで。あ、そっか、移動中も。まあできるっちゃできるんですけど。まあでも意外とね、新幹線とか使っちゃうと、なんかちょっと始めようと思うとすぐ着いちゃうんですよね。そうだよね。50分くらいなんで。意外と揺れるしね。そう、意外と揺れるし、なんか集中できなくて。わかる。うん、そうなんですよ。飛行機もね、やってるとなんか眠くなるんだよね。そう、そうなんですよ。でしかも1時間くらいだから、あ、そうそうそう、なんか何気にね、集中する前に着いちゃうみたいな。あ、かわいい。でかい。もふもふワンちゃん。そうなんですよね。まあ明日はもう午前中から打ち合わせが、明日から、はい、予定があるんで、まあ今日は移動だけですかね。うんうんうん、この道もね通りましたね。いやー、そうですね、だいぶねこの辺は覚えましたね。
ほんと、すごいなぁ。結局なんかこの辺のなんか、うん、コーヒー屋さん行かなかった、ね。ああ、入りにくいコーヒー屋行かなかったっすね。入りにくいとか言って。これコーヒー屋さん。あ、これ。丸山。丸山。渋い方の。いや、そう、渋い方の。あそこはちょっとね、カウンターにお年寄りが常にずらって座ってて、ちょっとね、入りにくかったですね。癖の強いコーヒーが好きだけど。そうですね。いや、でもね、入れないコーヒー屋って初めてでしたね。あ、ほんと？今までどのコーヒー屋も、癖あっても結構入っちゃうんですけど、なんかあそこだけは、外からガラス張りで中見えて、なんかちょっと会いにくいなーっていう、感じでしたね。そう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 。いろんなコーヒー屋と関わってるもんね。そうですね。駅のとことか。駅のとこは、何でしたっけ、ああ、ロータリーか。そうそう。ハンバー、一応ハンバーガー屋さんです、ね。ハンバーガー屋さんか。まあでも、ハンバーガー&コーヒーだから。はい。そうですね。いや、昨日良かったね、ライブ。良かったですね。みんなのコメントがあったかかったね。ねえ、あったかったですね。うん。この話になると落ち着いちゃうんで。そうですね。なんかちょっと喋って喋って。なんでしょう。まあでもあれか、1ヶ月。うん。でも昨日朝ね、コーヒー入れながらちょっとね、あの、思いの丈を語ったんですよ。あ、そうだったの？はい。あ、昨日だっけ、あ、ち、あ、昨日か、その搬出の日の朝に、うん、そう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 、ちょっと感想を語ったんですよ。まあ、そうか。でもそんなに、まあ、怖いな。いや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 、そんな変なことは言ってないと思うんですけどね。もう忘れちゃった、言ったこと。まあでも、うん、いい出会いがあったな、みたいな話だと思います。あ、うん。次、どっか移住するとしたらどこがいいとかってあるの？いやー、でもまあ、北海道でもね、いいっすけど、でもまあ多分、福井かな、やっぱり。福井？ああ、はい、そっかそっか、福井か。そう。かなぁ。なんか、はい、夏にさ、涼しいとこ来たじゃん。まあちょっと暑かったけど。いやー、でも全然涼しいっすよ。普通に外歩けますもん。昼間でも。歩けないらしいね。歩けない、歩けない。群馬はね、本当に群馬歩けないですよ。人いないっすもん、外に。あ、そう。うん、こうパッと見て全然人いないですからね。あ、うん。暑すぎちゃって。札幌は冬は雪大変だからさ。うん。冬にちょっと暖かいとこ行きたいなってなるけど、ね。ああ、まあね。まあそういう意味では福井も多分同じぐらい雪降るんで。うん、そうだよね。うん。結構冬は大変そうですね。一回でもね、雪降ってる時行ったんですよね。うんうん。うん。まあでも、ちょうど雪の終わりぐらいの時だったんで、あ、まあ道端にはあるけど、うん、もうそんなに積もるほど降らないみたいな感じで、まあでも帰りの高速でちょっと、どか雪降って、うん、もう危うく通行止め食らうとこだったんですけど。やばいやつ。いや、そうそうそう。閉じ込められて。そう、本当に、あの白馬とか、長野のあの北の辺と富山の県境ぐらいで、うわ、検問やってました。あのタイヤチェックの。初めて。そういうのあるんだ。そう。なんかパーキングエリアに誘導されて、うわ、これ高速ここで降ろされたらどうしようって思ったら、タイヤチェックだったんですよ。はい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 。でもそれでタイヤチェックして通れませんとか言われたら終わりですよね。どうすんだろうね。うん。でもノーマルタイヤじゃ絶対いけないような感じだったんで。逆に危ないよ。逆に危ないっすよね。知ってたらね。うん。立ち往生してましたけどね、一台。そう。まあでも北海道もそんな感じですもんね、冬は。わあ、そうだね。この道なんかも雪めっちゃ降るとさ、もう真っ白くなって前見えなくなってさ、トロ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 。いやー、そうだよな、すごいよな。左右の車線一車線ずつ雪で山ができててさ、はいはいはい、車線がなくなる。いやー、そうだよな。なんかそういう冬の暮らしの Vlog も見てみたいですね。ああ、まあね、想像できないですね、ちょっとね。いやでも外にスーパー買い物とか大変そうだな。大変だね。うん、夏よりみたいに吸っていけなそうですね。まあでもソリ引いて。あ、ソリ引いてるんですか。荷物積んで。へえー、そういう感じなんだ。うん、子供とか乗せて。うん。いや、おもろいな、それベビーカー乗せられないから。うんうん。みたいな感じですか。あ、そうそうそう、ベビーカー全然走れないし、自転車も走れないからね。ああ、そっか。そうそう。いや、それはソリおもろいな。うん。
まあでも冬はね、うん、みんなそうやってスローになるから、うん、それはそれでいいけどね、ゆったりしてて静かだし、まあね、はいはいはい、うん、確かに綺麗だしね雪、うん、ですね。なんかその、うん、作家活動の方はさ、はい、今後のなんかあるんですか？あ、マーティーのですか？そう、マーティー。あーね、映像作家マーティー。あ、映像作家マーティーの方か。いやでもちょっと今回せっかくね、うん、こんだけ Vlog やったんで、はい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 、まあちょこちょこねやっぱり出していきたいなと思いますね。うん、うん、群馬帰ってもね、もうん、うん、そうですね。まあでもなんかな、あんまり、まあでも今回も日常っちゃ日常ですけど、うん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 、うん、なんか自分の住んでる場所行っちゃうと、なんかちょっとね、そうだよね、なんか特別感を感じないから、はい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 、なんか撮るのがむずいんですよね。そうだよね、うん、なんかガラッと違うから今回結構何撮っても新鮮というか、うんうんうん、いう感じだったんですけど、まあでも逆にあれか、その慣れたところで撮ってみるっていうのもまた新しい発見があるかな。まあそうだね、うん、あるかもね、うん、まあ、あとライターさんとかもそうだけど、やっぱさ、うん、取材してなんぼっていう、うんうん、まあね、そうっすよね、またいろいろね、身近な人とかね、うん、そうですね、撮ってみるのもいいかもしれないですね。車のスケッチもね、うん、あんまりライブできなかったけど、あ、まあそうですね、まあそれはぼちぼちまた ね、うん、再開します。はい、コンテンツあるから、はい、うん、そうですね、今回のでチャンネル登録者も増えて、うん、そうですね、みんな期待してると思う、そうですね頑張ってください。はい、頑張ります。ちょっと YouTube 活動をね。そうだね、はい、あっという間に着きましたね。そうだね、あ、よかった。早めに着いた。間に合った？うん、大丈夫です。いや、ありがとうございました。お疲れ様でした。はーい。バイバーイ。空港にゴー。シュッ。ご飯です。行きはバスでしたが、帰りは電車で帰ります。エレベーターから行きます。高崎上毛高原越後湯沢東京駅到着です。泊まってるだけで
汗が吹き出てきます。22番線と2号ご利用のお客様どうぞご乗車ください。ご乗車の際は足元にお越しください。6番線から15時43分新越線北高崎あなた方面横川行き5番線から15時42分次の高崎線洪水行きです。倉賀の新橋正面高崎線経由洪水行き2番線から15時15分、8号線群馬橋岡方面玉川行きは3番線から15時50分。高崎に到着しました。いやー35度です。今もうなんか立ってるだけでも汗がじわっと出てくる感じですね。札幌が昨日28度だったんで7度ぐらいね気温が違うっていう感じですね。いやーなんかちょっとねここ何日か体調崩さないように気をつけようと思います。無事に群馬に到着しましてマーティー Vlog の北海道出張編もこれにて終了になります。1ヶ月間ご視聴くださった皆さんありがとうございました。またね群馬でもいろいろ Vlog 撮っていこうと思うので今後もマーティーチャンネルよろしくお願いします。では今回の Vlog はこの辺で終わりにします。バイバーイ。ありがとうございました。